警察病院の係官からひろみの精神が極めて危険な状態にあると知らせを受けた邦彦と達郎は不安に胸を痛めつつ病院に駆けつけた。専門の精神科医の治療を受け、心の謎に取り組んでいると思われるひろみの身に一体何が起こったのであろうか。さっきは線香とタッチ、今度はヒロミの両親とおばあちゃん、高校の校長も乗ってましたよ。何かあるね。まさかヒロミのやつバカなこと。小沢さん、お体の具合でも悪いんですか？どこも悪いものですか。お待たせしました。水野先生でいらっしゃいますか？小沢でございます。ひろみはどうしてしまったのでございましょうか？何が起こったのでございますか？ここに来てからの数日間、彼女は自分の心の秘密を解き明かすことにとても意欲的でした。私たちも彼女の治療に自信を持ち始めていました。ところがあることによって彼女は急激に自信を失い、生きる意志を放棄してしまったんです。先生、そのあることというのは？彼女を産んだ母親由紀子さんのことです。話が生みの母に及び、私たちが彼女と母親との関係を明らかにしようとすると、彼女の心に大きな変化が起こったんです。すべてに欲的だった彼女の心が急激にすぼみ、彼女は生きようとする意志すらも放棄するほどに落ち込んでしまったんです。由紀子さんのことを明らかにしない限り、ひろみ君の心の治療は不可能だということなんですな。まさにおっしゃる通りです。しかし今日私が皆様にお集まりいただいたのはそのためではないんです。彼女は今肉体的にも精神的にも極めて危険な状態にあります。もう何日も食事を拒否している彼女の肉体は衰弱が甚だしく、同時に彼女の人格は今まさに崩壊寸前にあります。このままでは彼女は人間として二度と立ち戻れない状態になってしまう恐れがあります。ひろみ、小沢。彼女のつぶやきに耳を傾けてください。堤先生。ひろみさんは朝から晩までこの言葉を言い続けています。堤先生、ひろみさんはあなたの名を呼び続けることで小沢ひろみとしての最後の一線をかろうじて守っているんです。小沢ひろみさんばかりではありません。大沼由美も堤先生、あなたを求め続けているんです。大沼由美が私を？壁を見てください。これは大沼由美が食事用のフォークやナイフを使用して堤先生の名前を刻みつけたものなんです。由美もまたひろみさんと同様に堤先生を心の拠り所にして由美であり続けようとしてるんです。お前を倒してやる。
前を殺してやる。堤、殺してやる。堤、お前を殺してやる。撃ち殺してやる。ひろみさんが衰弱すれば、由美も衰弱するのは当然です。由美の体力は歩くこともできないほどに落ちてるんです。由美。由美さん。由美。堤、お前を殺してやる。お前を倒してやる。由美、どうしたんだ。いつもの力がないぞ。うるせえ。堤。堤。由美。水野先生、小沢を私に任せてください。私に小沢の面倒を見させてください。私が堤先生の保証人になりましょう。小沢君を堤先生にお任せ願えませんか。家庭裁判所の了解が得られれば私どもに依存はありません。大切な孫を赤の他人などに任せてたまるものですか。ひろみの面倒は祖母であるこの私が見るのが当然でしょう。お母さん、ひろみのことは堤先生にお任せしましょう。私も堤先生にお願いしたいと思います。そんなことはこの私が許しません。ばあさん、この際大人のメンツなんてどうだっていいんだよ。ひろみ姉さんの望んでるようにさしてやればいいじゃねえか。小沢さん、私からもあなたにお願いいたします。ひろみ君は今人間として生きるか死ぬかの瀬戸際にあるんです。私たちはただひたすらひろみ君の生命だけを考えましょうね。他は捨てましょう。しかしひろみはまだ17歳、独身の男にひろみを委ねるというのは。堤先生、私はひろみの父です。父親としてひろみをよろしくお願いします。私も母です。母親としてひろみのことをよろしくお願いいたします。小沢さん、ご心配には及びません。ただの風邪です。堤先生、ひろみはあなたにお預けします。ただし教師と生徒という一線だけは固く守っていただきたい。先生、先生がなぜ。小沢、気がついたようだな。数日後、家庭裁判所の決断によって小沢ひろみは堤邦彦の保護監督下に置かれることになり、爛漫の春に背を向けるようにしていずこへともなく立っていったのである。小沢君は僕のものだ。お父さん、勝手に部屋に入んないでください。おう、これはすまなかったな。電気ぐらいつけたらどうだ。何か用ですか。実はな、大学の入学金や授業料のことなんだが、支払いはいつなんだ。僕は東大に入学するつもりはありませんよ。入学しない？どういうことなんだ。東大に合格するという目的は達しました。入学することは目的ではありません。何をバカなこと言ってるんだ。お前、お父さんからかってんのか。いえ、からかうつもりなんてありませんよ。来年またどっかの大学を受験するつもりです。僕一生懸命勉強して来年また合格してみせます。ですから僕を休ませてください。徹夜。僕今すごく幸せなんです。大学も合格したし、恋人も喜んでくれています。お父さんも喜んでください。ふざけるな。寝ぼけたこと言ってると許さんぞ。興奮しないでくださいよ。
僕が子供の時から東大だ、東大に合格しろ、そう言い続けてきたのはお父さん、あなたですよ。僕はあなたの期待に応えたじゃありませんか。何の不満があると言うんですか。貴様、合格して入学せんっていうことがあるか。そんなことは許さんぞ。分かってるんだ、哲也。あなたは入試以外のことで僕と何か話をしたことがありますか。あなたと話していると心が癒しくなります。何、僕は二度とあなたと話をしません。広美さんは堤先生に全面的に委ねられたそうよ。父親が浴びるように酒場でお酒を飲んでていいのかしら。俺には関係ないだろ、そんなことは。私は小沢広美の父親ではないんだから。真実をアルコールに溶かし込もうとしても無理だと思うけど。真実は一つ。突然現れた娘のために全てを失うなんて馬鹿げてるということだ。地位、名誉、お金、そんなものすべて失っても人間だけが残ればいいんじゃないのかしら。男がそこまで落ちぶれるわけにいかんだろう。川本さん、落ちぶれるって意味あなた分かってるの。落ちぶれるってことはね、嘘で固めたまやかしの世界にいつまでもしがみついてることを言うのよ。まあ、言葉が過ぎるぞ。カチンから聞いたわ。ひろみさんの一番大きな心の傷はユキコさんのことだそうよ。当然あなたにも関係することよね。あなたも男なら娘を救うために真実を話そうとしたらどうなの。ユキコは嫌いで別れたわけじゃないんだ。あのばあさんに我慢ができなかっただけだ。バイバイ。何卒ひろみをお助けくださいよ。何卒。お母さん、救急車を呼びましょうか。救急車などとみっともない。でもお母様、風邪です。ただの風邪です。ただの風邪ぐらいでお医者様に駆け込むなんてとんでもない。ひろみ、どこにいるのです。ひろみ、返事をなさい。あなた、やはり救急車。そうだな、肺炎を起こすということもある。お母さん、私はここを動きませんよ。ひろみは必ずここへ戻ってきます。戻ってきたとき、私がここにいなくてどうしますか。ひろみ、ひろみ、ここはね、先生の友人の別荘なんだ。今夜から小沢と先生はここで生活を始めるんだ。まず小沢の健康を取り戻すことから始めよう。小沢が健康になり気力がみなぎってきたら、大沼恵美がなぜ小沢の心から生まれたのか、そのことについて考えていこう。はい、うん、先生、水の流れる音がします。別荘の下には渓流が流れてるんだ。周りは山々が連なってる。小沢、電気を消すぞ。自然の音は神経に触らないし、神経を傷つけないんだ。このせせらぎに君の身を委ねるんだ。そうすれば闇はいつしか
光になる。人工の音と光が一切途絶えた大自然の中、暗闇の中での熟睡と土の上を裸足で歩くという極めて原始的な運動が、ヒロミの肉体を驚嘆すべきスピードで回復させていた。小沢、私と君がここに来た目的を忘れてはいないな。はい、私がなぜ大沼由美というもう一人の人物になってしまうか、その心のメカニズムを知るためです。そうだ、君が大沼由美についてどう考えているのか正直に先生に話してくれないか。私にとって由美は凶暴で無神経でどうしようもなくおぞましい人間です。それだけか。由美は自分勝手で他人に対する思いやりなどほんの少しもない傲慢な人間です。私は由美が大嫌いです。それだけか。でも自由気ままに生きている由美が心のどっかでほんの少し羨ましいと思うこともあります。ほんのちょっとではないはずだ。小沢、君の心の奥底にはこの上なく自由で大胆に生きる由美の出現を願うマグマのような熱い思いがあったのだと先生は思うんだ。先生な、必ずしも由美が嫌いなわけじゃないんだ。先生は由美が嫌いじゃないんですか。うん、由美の暴力は嫌いだ。しかしな、由美の自由、積極的すぎると言ってもいい行動力、そして自分の思ってることを何のてらいもなく発言する率直さ、そういったものは素晴らしいと思ってる。先生な、小沢にも由美の半分でもいいからそういった性格を持ってほしいと思ってるんだ。先生、私はいつも自分の思っていること何でも話したらどんなにいいだろうと思ってたんです。今まではそれができなかった。でもこれからは努力してみます。小沢、先生に何でもいいから自分の思っていることを話してくれ。はい。じゃあ大沼由美の話を続けよう。はい。君は以前に自分から自分がいなくなると先生に言ったことがあるね。その時の話を聞かせてくれ。またなぜそうなるかについて君が考えていることも話してくれないか。私、5歳か6歳の頃にも自分から自分が消えるっていうことがありました。気がつくと
真夜中の公園でブランコに乗っていたり、見知らぬ街を夜行列車に乗って通り過ぎたりしていたんです。今考えるとその頃週3日の塾のほかに急に習い事が多くなり、息が詰まるような毎日でした。私がちょっとでも勉強や習い事を怠けると、この怠け者。おばあちゃんもごめんなさい。謝って済むと思うか。決まっておばあちゃまの厳しい折檻が待っていたんです。多分そのことが原因で幼い君は自由を求めて無意識のうちに逃亡していたんだろうね。ええ、そうだと思います。でもその頃何度か会っただけで、その後は起こりませんでした。だから私安心してたし、すっかり忘れていたんです。それが去年の12月頃、科学の時間の時に忘れていたあのことが突然始まったんです。君の中からはもう一人の少女大沼恵美が現れて夜の街を走っていた。はい。君が大沼恵美になるとき、どんな風にしてなるのか先生に話してくれないか。私、自分がぶたれたり嫌な匂いを嗅いだりすると頭がしびれてくるんです。それにガラスや陶器類の割れるのを見ると、自分が自分から煙のように消えてしまうんです。自分がぶたれること、嫌な匂い、そしてガラスや陶器が壊れる音、この3つを契機にして君は君から消えてしまう。そうなんだね。はい、そうだと思います。この3つのイメージを結び合わせて君が真っ先に思い浮かべるものは何だ。おばあちゃま、おばあちゃまの部屋です。小沢、君のおばあちゃんはいつもどんな風にして君を叱ったんだ。話してくれ。ひろみ、お前には母親のみだらな血が流れているのです。おばあちゃまのいさめにも耳を貸さず、平気で町の不良と交際し、挙句の果てにはその不良の子を宿すようなみだらな血が流れているのです。お前は母親を真似てみだらな女になりたいのか。小沢、おばあちゃんは君を産んだユキコさんのことで君を叱ったんじゃないのか。やめてください。先生に話してくれ。私、母のことを話すのは嫌です。それだけは許してください。小沢、先生が私を嫌いになります。嫌いになるから嫌なんです。だって先生に嫌われたら私も生きていけません。綺麗だね。校長先生、いらしたんですか。いや、家にいてもなんか落ち着かなくてね。古田先生は春休みを利用して京都の実家へ帰るんじゃなかったの。そのつもりでしたが、やめました。どうして。角先生と小沢さんのことを思うと、私一人のんびりしてるわけにもいきませんわ。だってお二人は今
私たちが想像できないような辛い戦いをしているはずですもの。そうかもしれないね。海や山ならそれが険しければそれなりの戦い方があると思う。しかし傷ついた心を癒すための戦いほど辛くて残酷で波乱に富んだものはないんじゃないかな。校長先生、今の私にできることは堤先生と小沢さんが笑顔で山を降りてくる日を待つことなんです。その日が来たら私も実家に戻ろうかと思ってます。栗田先生、おう、達郎君。よっ、先行。元気そうなんで安心したよ。陣中見舞いにさ、親父も引っ張ってきたよ。え、川本さん、達郎に脅迫されたから来たんですよ。肉の差し入れありがとう。姉さんは？ああ、日課の20キロ速歩に出かけてるよ。20キロ？そんなにかよ。でも先行、ひろみ姉さんが由美さんに変身してそのままとんずらするって心配ねえのかよ。ああ、その心配はいつでもある。しかしな、だからといって24時間私が小沢にべったりくっついてたら彼女は一人で外を歩くこともできなくなるだろう。先行、なんだか親父みたいなこと言うじゃないか。ちょっと俺姉さん見てくる。ああ、さあ川本さんどうぞ。いいところです。ええ、とってもいいところですよ。町の中で傷ついた心には自然の音、自然の光、そして闇が必要なんです。あなたに会うといつも不思議な気がするんですよ。あなたどうして自分を捨てることができるんですか。自分を捨てて他人の娘にそんなにまで尽くすことができるんですか。自分を捨ててるなんてことないですよ。私は小沢が愛おしいんです。小沢の命が少しでも損なわれることがたまらないんです。ただそれだけなんです。光がいっぱいですね。ええ、小沢の心もこの世の光でいっぱいにしてやりたいんです。ひろみ、お待ち。涼子さん、今日という今日は逃がさないよ。さあ早く弓になって私と勝負しな。私は争うのは嫌いです。待て。行ってくれ。信じて私を裏切った奴はどこのどいつだ。さあ、弓になれ。ならないか。弓にはなりません。私は堤先生のために。もう死んだって弓にはなりません。堤のためにだって？笑わせんな。お前は川本を殺そうとした女だ。吉江たちを半殺しにした女だ。宝石泥棒までやらかした女じゃないか。何をきれい事言ってんだよ。お前は堤に愛される価値なんてあるもんか。お前はね、私と同じ生まれてすぐに親に捨てられた赤ん坊なんだ。私たちには人を愛することや愛されることなんてできるもんか。私たちにできることは他人を憎み他人に憎まれることだけなんだ。
さあ、ユミになれ。ユミなら私の言ってることが分かるはずだ。ユミになれ。ならないか姉さん。姉さん、あっちに手を出すんじゃないよ。この子は私が町に連れて行く。ネオンの海の中で決着をつけてやるんだ。姉さん、姉さんしっかりしろよ。姉さん本当は強いんだからさ。会長と戦ったらどうなんだよ。自分の体は自分で守れよ。達郎、私はユミではないわ。ユミさんじゃなくても自分のことぐらい自分で守ったらどうなんだよ。もう一人の私が涼子さんを傷つけた。涼子さんが怒るのは当然よ。涼子さん、ユミの恨みは私に晴らしたらいいわ。姉さん、そんなこと言ってたら殺されちまうぜ。死んだら罪の先行に会えなくなるけどいいのかよ。え、好きな人のためにも生きる気にならないんだったら勝手にしろ。好きな人のために。ユミになってみるか。ユミに、ユミになるもんですか。待ちな。小沢、戻ったのか。小沢、どうしたんだ。ユミ、私を閉じ込めるな。先行、お前は私を窒息させる。死ね。ユミさん。タッチン、私を迎えに来てくれたんだね。ネオンの海に泳ぎに行こうじゃないか。ユミ。タッチン、あんたの間抜けの親父も連れてきたのかい。この男には気をつけな。この男は悲しい目で私たちをたぶらかす気だ。ユミ、ここから出るためには私を倒さなければならないぞ。うるせえ。ユミ、離せ。ユミ、息が上がってるぞ。そんなことで私が倒せるのか。畜生。許してやっていただけませんか。カノンさん、これは私とユミの戦いなんです。あなたは黙っててください。ユミ、さら終わった気分はどうだ。最高さ、スカッとしたよ。ユミ、この世のもので不滅のものは何一つないんだ。生き物も物も必ず滅びる時が来る。人間の命も同じだ。命には限りがあるぞ。一度滅びたものはもう二度と元に戻ることはないんだ。命に限りがあるから大切に守らなければならないんだ。人間の命も物も同じだ。畜生、離せ。私は離せ。まだ分からんのか。この痛みはお前に割られた皿の痛みだ。
私はまた。小沢、泣くな。だってもう二度と弓にはならないって誓いを立てた。私は川本さん、これは小沢が自分を発見し自分を乗り越えるための戦いなんです。あなたも協力願えませんか。親父。ヒロミ、お父さん、私を娘だと認めてくれるんですか。ヒロミは私の娘だ。親父。達郎、ヒロミはお前の姉さんだ。お父さん、ありがとう。でも一つだけ教えて。あなたはお母さんをどうして捨てたりしたの。ヒロミ、ユキコはね、決して不死だらな女じゃなかったよ。私はまだ学生だったが、ユキコの純粋さ、ひたむきさに負けて結婚してもいいと思ったんだ。それがなぜ。私は主任教授に仲人を頼み、小沢家に正式に挨拶に出かけた。ユキコを嫁に欲しいですと。はい、私はまだ学生ですが、必ずユキコさんを幸せに。お黙りなさい。財産目当ての野良犬に小沢家の大切な一人娘を嫁にやってたまるものですか。厚かましいにも程がある。財産目当ての野良犬、ふざけんな。財産目当ての野良犬だと罵られて、若い私の自尊心が許せなかった。馬鹿げた男の意地だけで私はユキコを捨ててしまったんだ。ユキコが自殺したと知った時は私は身を引き裂かれるような思いだった。ヒロミ、許してほしい。ヒロミ、お前にはユキコのみだらな血が流れているのです。みだらな血が。先行、あたいは町に出るよ。アバよ。ユミ。待ちな。ユミなら暗闇のトンネルを駆け抜けて、あっという間にネオの海さ。今度事件を起こして逮捕されたら、ユミもあんたもおしまいだね。もっとも、その前に私がユミに決着つけてやる。何を怯えてんのさ。ヒロミなんてドジで心機臭い女のどこがいいのさ。あんな女は忘れるんだ。忘れちまえ。
哲也。昔のものなどみんな燃やしてしまうんだ。胸の中に閉じ込めた青春の恨み、みんな炎と燃やせばいい。この祈りも虚しく、由美は前よりも一層激しく救いようのない孤独と残酷さを併せ持つ恐るべき魔少女として復活した。果たして由美とヒロミの明日に待つものは破滅か救済か。